ピリッツネバーダイ。要は伝統芸能になって今日本全国に残ってる全てのものの根っこに何があるかって祈りがある。祈りがあるものは伝統芸能になるし長いことずっと続いていく。それがスピリッツネバーダイです。一人一人の魂が開くように、みんな一人一人が生まれてきた意味というものを実感してそれを思いっきり外で表現できるように、よさこい祭りは祈りです。今福島では皆さんが考えられるような世界じゃないことが起きてます。この世を変えることができると私は信じたいと思います。皆さんの素敵な魂を福島に持って帰ります。そしてもう一度やりましょうね。今日は皆さんにお願いします。